グレーベリースルは、アメリカ合衆国の女性シンガー・ソングライター、コメディアン、声優。声優としての代表作は、ハイハイ・パフィ・ーアミ・ユミのユミ、ビリー・マンディのマンディなど、グレー・グリフィンの名義でも活動している。エリン・グレーファンをスプリーとして、カリフォルニア州、フォート・オードに生まれた彼女は、アイルランド人、オランダ人、フランス人、メキシコ人、そしてヒスパニックの血を引いている。 彼女の母親は薬物中毒だったため、ティト・プエンテと共演経験のある声楽家である祖母、エヴァ・フロレス・ルースに育てられた。彼女はゴシック・ロックバンド・ザ・キュアーのファンだったが、新生ペンテコステ派になった母親から、俗っぽい曲を聴くのを制限された。10代後半になった彼女はゴスペルを歌い出し、親友のすすめで、スタンダップコメディの世界に入った。 その時の彼女のネタの一つに生体模写があり、これがきっかけで声優の世界に入った。1994年、英語版クレヨンしんちゃんで、風間くんと松坂先生を演じるという形で声優デビューを果たした。2002年、数ヶ月窓を距離恋愛をしていた W ・オールド 97S のベーシストマリー・ハモンドと結婚した。彼らは DLC の番組、 W.A. ウェディングストーリーに出演。2007年1月31日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて第一子、ジェファーソンテキサス、テックスハモンドが生まれた。ありがとうございます。